はい、皆さんこんにちは、月です。正しいです。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、先ほど混合油を作り方を教えてもらいましたけど、はい、もう一つなんかちょっとさっき草刈りしたんよね、うん、した時にですね、ちょっと私が使った後の草刈り機を使って、みんなこれは言うちょがないかんちゅうことが新しいのでやってきました、うんうん、そうなんですよ。何ですか、中からルットですか、何した、何もないですよ。ただ紐が長いねっていうことだけですよ。紐が長い、ナイロンコードの紐が長い。こんまに使ったスコーピオンの、うん、あ、やっぱそう、うん、分からんかったっちよはい、前回山陽テグスさんにこれでいいんですかねっつって教えてくださいって言って、で私そのままだったんですよね。それを今回使ったってこと。だいぶ長かった。これがその時の長さ。うん、あ、もう調整してた。いや、俺切った。あ、切った。だからね、言うたらよ、もうま、なんちゅう、もうまっさら根元から切れたから、こっからね、多分2本分ぐらい出したでや。うん、穴2個分よ。切らんといかんね。穴1個分だったら短いでしょ。いや、そういう問題じゃなくて。じゃなくてよ。で、2個分出した時にさ、絶対この半円の長さになるわけじゃん。うん、この切らないからね。やっぱ切らないかんちゃん、うん、あ、そうなんだ。切らんとダメよ。切れんじゃん。だからそれがわからんかったから、山陽テグスさんに聞いたわけですよ。そしたら皆さんいろいろ教えてくれたんですよ。10センチから15センチがベストですね、ちゅうこって。あれ回したときね、うん、切れんなってわからなかった。あのね、切れんなっちゅうかね、切れてんだけど、なんとバシッバシッって当たってる感じがしない。なんかファン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 、なんか長いファン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 してたのよ。長い証拠だよね。あ、それ長かったんだやっぱ。そう、だから切れてはいる感じだったんだけど、見た感じをその刈り終わった後見たら、ちゃんとそ切れてんだけど、切ってる感覚がこう体に伝わってこないっていうか、そういうのがあったから。これで今何センチ、なんかジョギない、ジョギない、ジョギないの、うん、これで今、これはタノシンさんが実際使ってたやつよね。これはもう感覚で出したっちゃろ。そう、何センチやん、これね。どっから測るのこれ。こっからよね、だいたい15やね。あ、やっぱ15センチなんだ。13センチやね。すげえな、やっぱ感覚で。やっぱそんぐらいやっちゃね、うん、いやだからさ、今度これでさ、この長さを調整して、短いのとこの適正の長さと、もうちょっと20センチぐらい。短すぎるとね、もう全然範囲が短いで、草の。まあそうだね、うん、だこのぐらいがちょうどいいよね、だいたい。まあだいたいね、長すぎたら草が切れんちゃう。全然なんか回転だけがうーんって負荷がかかっちゃって、もう負荷がかかってるわ、エンジンに、うん、今日かそんな感じだったってこと、うん。いや、うん、あ、もう見た感じで長かったわ、切ったよ、すぐ。あ、使う前に、うんうん、もう全然わからん、どこ、何が正解なのか。もう長いよね、長いって。だからこの倍あったってことよね、うんうん、このに穴2個分、この半円分ぐらい多分伸びてたから、うんうん、こんぐらいあったよね、うん、こんぐらいね、長すぎるよね。もう全然わからんかった。私はもうあのちょっと片一端ちょっと長くするっちゃわ。なんか前も言ってたわね、うん、なんか違うのよ。なんかね切り、なんか切ってる感じがね、なんか左右の長さをなんかいつも変えるって。もう自分のやり方よね。でもそうだね、うん、それが本当に効果があるのかどうかは分かんないけど、そうそう、でそれがいいなと思ったら、うん、それが正解なんだよね、うん、そうだよね、うん、なんか私はもうあの現場でやってる時からちょっと長く、1センチぐらい、うん、そうだね、うん、1センチぐらいかな、1センチぐらいちょっと長くして、うんうんうん、でこっちちょっと短くして、ね、うん、今だいたいこれ対称やけどね。だからちょこのこの4等分の長さって覚えとけばいいね。そしたらちょうどそうだね、ね、13センチやからさ、まあ、23cc のマシンにつけた時に、そういう感覚なのかな、ね、しやすいようにさ。それはまた別なんじゃん。これだからこれでしてんじゃないの、この感覚。だこの感覚で合わせたらいいですよみたいな目安、うん、分かんないけど、分かんないけど、うん、
これこのヘッドがもっとでかかったらちょっと違うよね、長さが変わる。そんなことはもう気にせず。いやだから違くてさ、それがそういう理屈ならさ、この商品のサイズもそれに合わせてなってるってことだねってことよ。そうね、うん、そういうことでしょ、言いたいのはね。なんかその4等分の、ちょっと長いね、ちょうどいいじゃん、14センチぐらいってことなの。こっち長くてちょっと短い、短くしてんだね、やっぱね。なるほどなるほど、まあ分かったわ。じゃあとりあえずこの4等分の1つの辺の長さに合わせれば大体適正な、三遊亭口さんもおっしゃってた10センチから15センチ以内だったかなの長さに収まるかなと。分かりやすい、はい、目安ができたから、はい、だって毎回定規持ってって測るわけにもいかんじゃん、慣れるまでさ。大体よ、でも大体。まあそうなんだけどよ、ハサミを持っていっちゃかないからね。そうやね、先手、私はもう先手バサミで持ってきてたけど、うんうんうん、なんかこういうの、これがめんどくさいね、切るのがね。そうだね、それはしょうがない、まあ、でも出すタイプもめんどくさい、つけるときはめんどくさいから。叩き出しでしょ、こっちの方がでも好きだけどね。私多分叩き出ししたらどんどん出てくるの。あの長いのはさ、いつもポン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 叩くからさ、どん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 多分出てると思うんだよね。あれ使えんと思う、私は合わない気がする。まあ、ちゅうこで、まあ、ちょっと今後ですね、このナイロンコードでの長さ検証もちょっとやってみたいなと思ってますので、その時にね、自分の適性を探せるように、うん、まあね、どんどんやって、ね、はい、いこうかなと。もうさ、差し込み式が楽でよ、あんま範囲絡んじゃん。だから楽しいさみたいに、あっちもこっちも長いとこも短いとこもって、ね、硬いとこもってすれば、やっぱこういう巻いてるのじゃないとよ、もうね、何回も何回も変えねえかんで大変やろうけど、私はもうこんや、ね、柔らかいとこって短いとこばっかりだから、差し込み式が一番楽。大丈夫、暑いね、汗が吹き出てくる。ちゅうことでとりあえず今日は楽しみさんに、はい、あの長さがちょっとやっぱ長かったのでっていうことで、まあ、ちょっといい目安が見つかったので、はい、よかったかなと、思います。じゃあまた今後いろいろ検証していきたいと思いますので、はい、その時お付き合いいただけると嬉しいです。もしよろしければ高評価、温かいコメントいただけますと励みになります。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。